はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。こちらの動画はですね、トレンド系、オシレーター系、その他の分析ということで、えー、まあ、ロソカシを1回目でご覧いただいた方はですね、さらに、えーまあ、進化していただくために、チャートをもっと使っていただくために、えー、あるいはトレードに役立てていただくためにですね、えー、ここからは少し詳しくお話をさせていただきたいというふうに思っております。えー、中身につきましてはこちらになります。 えー、まあテクニカル分析というふうに皆さん、あの、聞かれているのはですね、ほとんど皆さん、あの、お聞きになっていらっしゃるかとは思うんですが、ただ、あの、テクニカル分析ってなんか難しそうって思われている方結構いらっしゃるんですよね。で、実際にはですね、あの、これからお話しするんですけども、非常にあの、シンプルでして、で、なおかつ、大きく分類できるようになっています。 その分類によってですね、皆さん、まずとっつきにくいというような考えていらっしゃる方、その部分を解消していただいて、で、あ、こんな簡単なんだっていうところから、ぜひ、あの、進んでいただければなというふうに思っております。ということで、テクニカル分析の種類、それからあとは、その種類の中に実はですね、トレンド系とか、あとオシレーター系、その他分析についてというのがありまして、 えー、皆さん、こう、全体像をまず知っていただいて、それから、ぜひ、こう、使いこなせるようになっていただきたいというところでございます。では、次ですね。テクニカル分析、目次にも出ておりましたように、大きくは、これ、3つに分類されます。1つはですね、価格の方向を分析するトレンド系。それから、あとは、売買タイミング。これはですね、買われすぎとか売られすぎを教えてくれる。あるいは、分析するオシレーター系。 で、それ以外に、その他の分析手法ということで、水準。これよくあの、価格水準ですね。それからあと、サイクルなどを、えー、分析するようなものがございます。ということで、テクニカル分析には、結構いろんな種類ありますけども、大きく分けると、トレンド系。ね、価格の方向を探るトレンド系と、それからあとは、えー、売買タイミングを教えてくれるオシレター系。 まあこの二つがメインで、それ以外のその他のテクニカル仕様というのはもっと皆さん知識を持っていただいたり、あるいは慣れていただいてから始めていただいてもいいのかなというふうに思っております。では、次ですけれども、さあ実際のですね、このトレンド系とはというところでご覧いただきたいんですが、実際に、あの、いろいろあるんですが、マーケットスピードエフェクスでご覧いただきたいのがこのテクニカル選択というところがあるんですね。で、ここのですね、三角重視、これもちょっと拡大しましょうね。 はい、ここになりますこのちょっと手のマークのところをご覧いただきたいんですがまずはですねこのテクニカル選択というのがありまして三角印をクリックしますそこからこのトレンド系というのをまた選んでいただくとこんなふうに小窓がずらっとですね出てまいりますでこんなにたくさんあるのかって皆さん思われるかもしれないんですがあのこれ全部覚える必要はありませんで皆さんが得意なものをあの覚えていただければ構いませんので えー、実際にはですね、あの、あ、こういうのがあるんだっていうぐらいのところを知っといていただければ大丈夫でございます。で、使い方あるいは見方については、後ほど、あの、それぞれですね、この動画の中で、詳しくご紹介をさせていただきます。で、実際にですね、あの、今この画面に出ておりますチャートは、これ何も表示されていなくて、というのは、あの、トレンド系の指標が、テクニカル指標が、あと、オシレーター系のテクニカル指標も表示されておりません。まあ、よく言う、その、ピュアなというか、 プレーンな状態ですね。何も、あの、表示されていない状態というのが、こちらの今の下にこの映っている画面でございます。で、そこから、例えば、移動平均線を、あの、表示したいと思えば、移動平均線をクリックします。あと、指数平滑移動平均線を、あの、表示したいと思えば、クリックします。で、その際ですね、両方ともクリックしてしまいますと、ここに2つ表示されてしまいますので、消したい場合には、この移動平均線を、あの、クリックしますと、チェックマークが消えますので、 そういうような形で、今ここに書いてあります、あの出ているように、えー、チェックマークが出ていない状態に戻していただければ、あの、一つの、あの、テクニカル指標を表示すると。重ねて表示しなくても、表示することはなくなります。で、逆に重ねて表示したいときには、まあ、チェック印を残しておいていただければ、残っている分だけの、まあ、表示が行われるということで、もう本当にあの、マーケットスピード FX 使いこなしていただければ、 テクニカルの達人におそらくなっていただけるのではないかなというふうに思っております。さて、次ですね、こちら。では、トレンド系の考え方っていうのをちょっと皆さんにお話をしたいんですけれども、これあの、ま、価格の方向を探る手法なんですね。で、皆さんほら、あの、FX 取引をされる際に、これから円安になるのかな、あるいは円高になるのかなってこう思われると思うんですよ。で、円安になると思えば、これはやっぱりドルを買いますよね。 で、一方で、あの、円高になると思えば、その逆をやったりとか、いろいろするわけですけども、この価格の方向を探るというのがポイントでございまして、えー、この方向が分かれば、買った方がいいのか、あるいは売った方がいいのかっていうのが予測できるというのがポイントです。で、さらに、トレンドをもとに、まあ、今お話した売り価格をあを判断すると,とともに、今度戦略ですね。戦略。 これあのトレンドフォローと言いまして、まあトレンド追随型って書いてありますけども、上昇するのであれば、まあ買ってですね、ずっとその円安を狙うというようなことをですね、考えるのがポイントです。で、さらに今度利益を伸ばすために活用します。と言いますのは、あのトレンドって今お話し,しましたように、例えば上昇傾向なのか下落傾向なのかがわかりますので、上昇傾向で買っておけば、まあ、その後上昇傾向が続いている間は、まあ、 持っとけばいいわけですよ。ということで、利益を伸ばすのにも、その、上昇傾向が続いているかどうかを判断することによって、チェックすることによって、利益を伸ばすのにも役立ちますよっていうことです。で、さらにもう一つ、一番最後にありますが、トレンド転換時が売買タイミングということになりますので、えー、これまで上昇していたトレンドが下向きに変わったなと思ったら、そこで利益を確保すると。まあ、そんな風にですね、使っていただくのが、まあ、この、 え、トレンド系の考え方であり、使い方ということになりますね。では次です。今度はオシレーター系をご確認いただきたいと思います。え、オシレーター系というのは先ほど見ていただいたものの2つ目ですね。オシレーター系。これもちょっと拡大したいと思います。はい。こちらご覧いただきましょう。で、まあ、こちらもですね、結構たくさんありますよね。これもですね、全部覚える必要はありません。 まあ今回のこの動画、シリーズになっておりますので、えー、一応ですね、あの、有名なものは一通り皆様にご紹介させていただきます。解説させていただきますので、一応私は国際テクニカルアナリストでございますから、あの、まあ、どこの解説よりも手前味噌ではありますけれども、皆さんにわかりやすく解説させていただけるかと思っております。 で、えー、こちら、ま、いろいろありますけども、ちょっと元に戻しますね。さあ、こうした中で、まあ、どれを表示するのかということで、表示の仕方は先ほど、トレンド系の、まあ、解説をさせていただいたときと同じですね。では、次行きますよ。次、ご覧いただきましょう。えー、オシレーター系のこの考え方ということになるんですけれども、こちらはですね、 繰り返しになりますが、売買タイミングを測る手法です。さっきお話したように、上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかっていうところから、まあ、あの、利益を伸ばすっていう話をさせていただきましたが、あるいは、あの、トレンド転換時が売買タイミングっていう話をさせていただきましたけども、じゃあ皆さん、横ばいで、レンジ相場になっている時ってどうします例えば、ずっと動かない。ね でも、為替って、あの、動かないと言っても、あの、本当に動かないのではなくて、まあ、例えば、数十銭の間でずっと動いたりすることあるじゃないですか。で、そういう時に、トレンド系ですと、売買タイミングって出てこないんですよ。ところが、この、オシレーター系のテクニカル指標を使っていただきますと、そういう時でも、まあ、変な話、安定してですね、売買タイミングを教えてくれますので、 え、動かないからといってですね、何もしないっていうことでもないんですよね。で、さらに、えー、大きく動いた時には、買われすぎとか、売られすぎを教えてくれますので、それを元に判断をします。で、戦略はですね、これ逆張りなんですね。というのも、買われすぎているから、売るですよね。買われすぎているところでまた買っちゃうと、それ、天井になっちゃう可能性があります。一方で、売られすぎている時は、今度は下がってるわけですから、まあ、そこで戻るところを、まあ、狙って買う。 ということで、これ戦略は逆張りです。で、売り時や買い時を逃さないようにするというのが、このオシレーター系の考え方、あるいは使い方ということになります。はい。えー、そして、 え実際のですね、この分析、まあ、その他の分析ということで今度ご紹介させていただきますけども、まあ、その他の分析っていうのはですね、えー、ま、ここに、あの、その他っていうふうには、あの、出てなくて、まあ、このトレンド系なんかの中にもちょっと入っているんですけども、水準ということでご覧いただきますと、このフィボナッチっていうのがありますね。これが、あの、トレンド系、オシレーター系以外の、ま、その他のテクニカル分析手法ということになります。 これもですね、あの、この動画、シリーズの動画の中でえ、詳しくお話をさせていただきますので、興味のある方はぜひ、えー、ご覧いただければなというふうに思っております。で、実際、その考え方なんですけれども、えー、分析やサイクルなど分析するんですが、トレンド系やオシレーター系で判断できない部分を分析します。というのも、水準ってありますよね。例えば、皆さんもよくカウンセの取引をされていて、 ま、150円つけたとか、あるいは140円つけたとか、まあ、そのあたりが、例えば天井になるんじゃないかな、なんて思うことがあったとします。で、そういう時って、その後、まあ、トレンド系にしても、ちょっと時間が経たないとわからないことが意外とあるんですよね。で、そういう時に、あの、例えば水準、もうピンポイントでこの水準っていうふうに出てまいりますから、その水準をあらかじめ知っておくことで、えーまあ、例えば差し値とか、ね。 あるいは、あ差し値以外にも逆差し値っていう注文があったりしますけども、そういうものにもですね、活用することができます。であと、サイクルっていうと今度、いつ頃高値をつけそうだとか、まあ、そういったものもですね、えー、あるいは安値をつけそうかっていうようなこともですね、探ることができます。でトレンド系やオシレーター系と今度、組み合わせて判断することによって、まあ、より精度を上げようというのが、もう一つの考え方ですね。 ですので、トレンド系、オシレーター系、これ組み合わせていただく。で、さらには、こういった水準なんかもですね、えー、その他のテクニカル指標も合わせて見ていただくと、えー、それぞれが補完的なあこう役割を果たしてくれて、えー、皆さんのトレードに、えー、役立ってくれるのではないかなというふうに考えております。はい。ということで、えー、こちら、えー、以上になります。ぜひ皆様、まずはテクニカル指標の内容をご確認いただきまして、 自分に合ったテクニカル指標をこれから見つけていただきたいなというふうに思います。次回以降の動画ではですね、それぞれ詳しくご紹介させていただきますので、ぜひ続けてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。